平家すなわち清盛を憎む声が日増しに高まる中、やんごとなき天上人の間にも清盛の排斥を望む声が密かにささやかれるようになりました。最高、清盛の評判はどうじゃ。それはすべてご存知のはずでござります。今やあの男、己に勝る力を持つ者は誰もいないと信じておる。それゆえにこそわしもかの福原の港造営には力を貸さぬのだ。もはや逡巡している時ではございません。捨ておけば清盛はやがては恐れ多くも己を帝の座につけんとするやも。ここは何か手を打たねば悔いを潜在に残すことになりましょう。清盛を宴席にまで加えながら、後白河法皇はその権力の拡大を密かに恐れていたのです。ではおのおの方には平家討伐の旗を上げるのに異存はござらぬのだな。これ以上平家の模倣を見逃すわけにはいかん。打つべし清盛。しかり、あの怪物さえ倒せば平家は一気に崩壊しよう。我らはその先駆けとなろうぞ。行綱殿、そこもとは反対か。とんでもない。あの男がおる限りこの世は定まりません。ただ何でござる。別にあの男を撃たずとも、もっと穏便な追い落とす手立てを探すべきではと。バカなことを申されるな。平家が横暴の源は清盛めにある。あの男を撃たずに平家の討伐もへちまもない。行綱殿、かかる入弱の徒輩が我らの仲間にいるとはこの瞬間思うてもらなんだ。お許しくだされ。失言でござる。確かに瞬間殿が仰せの通りでござる。よくぞ申された。ご一同、これより固めの杯を。それは清盛の死を願って。いやー、愉快愉快。されば前祝いに私が前を一差し。門出に平次が倒れるとは不吉な。いや、むしろこれは良き印じゃ。平次はすなわち平氏である。平家が倒れたのじゃ。これほど幸先の良い随兆はなかろう。いや、さすがにお目のつけどころが違います。言われてみればその平次、確かに清盛が首のように見えますな。いやあ、愉快愉快。これでもう清盛が首は飛んだも同じことじゃ。なあ、行綱殿。さよ。あのお方がお味方についてくれれば。行綱殿、どうなされた。いや、酒にかまけて愛用の横笛を置き忘れたようだ。どうぞ方々はお先に。俊寛殿、行綱殿のことをどう思われる。採用、あの御仁を仲間に引き入れたのは間違いだったやも。わしも同感じゃ。おそらく肝心要の時にあの男は腰砕けとなろう。最高殿、そうなる前に何か手を打った方がよいかもしれんの。
明け花、お前の取り越し苦労もちと度が過ぎるぞ。いえ、取り越し苦労ではございませぬ。近頃の後白河様の動きにはただならぬものが見受けられます。だがな、明け花、あのお方と俺とは縁戚関係にあるのだぞ。その後白河様が俺を排斥しようとする動きに同調なされるはずがあるまい。ではございますが。もうよい、これ以上の残念は聞きとうない。はあ、相国様、太田の九郎殿行綱が下級の要件でうちうちにお目にかかりたいと。どうせ官職でも求めに来たのであろう。追い返せ。お待ちください。私めが聞き及んだところでは、その行綱様は相国様排斥を目論む一味と関わりがあるはずで。何？最高らがわしの暗殺を。はい、しかもその場には法皇様もおられました。後白河様が。近々風の強い夜を選んでこの福原に火を放ち、一気に相国様の御首を挙げる手立てにございます。なんということだ。行綱殿、よくぞ知らせてくれた。清盛、底本のことは終生忘れぬぞ。相国様、それより早く手を打たねば。分かっておる。時忠、忠則、即刻手勢を引き連れ、謀反人どもを一網打尽にせい。兄上、法皇様はいかように。あのお方に手出ししてはならぬ。謀反の張本人、最高だけは逃がしてはならぬ。急げ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 。何としても瞬間を捉えるのだ。急げ急げ急げ。何をする。いや、話せ。わしが何をしたというのじゃ。黙れ。貴様らの企みはすでに知恵だ。クラウド行綱が訴人して出たのだ。行綱が。おのれ行綱。お召しによって参上いたしました医者の朝鳥でございます。どうじゃ、朝鳥とやら。はい、どこも悪いところはございません。つつがなきお体にございます。そうか、大事の前に病ごときに倒れてはかなわんからな。近々に時代が変わるということじゃ。時代が変わる？そうじゃ。暗黒の時は終わりを告げ、この今日にも新しい時代の風が吹こう。ん？なんだあの者とは。ただのり殿、ここは何事じゃ。黙れ。そのオーラが相国様に謀反を企みおる一件、すでに露見いたしたぞ。ここな不届き者めが神妙にせい。おい、無念じゃ。己よな、最高なるゲスは、その面見るも腹立たしいわ。この清盛を討って己が平家に変わらんとは、八つ咲きにしても飽き足りぬやつ。世を乱す関心とは己のようなものを言うのだ。黙れ清盛。こたびが放棄は誰が命じたものでもない。まさしく自然の断りである。平家の戦王を憎み、一門栄華の王領を呪う諸人の怒りじゃ。言い寄るはこのゲスめが。戦王とは何、おごりとは何、それらの誹謗は何時なごときゲスのひがみではないか。わしのことをゲスゲスと呼ぶが、その言葉お主にそっくり返上するわ。何？そもそも貴様は貧乏武士忠盛のせがれ。いやいや、それならまだしも本当は素性とて知れぬ八坂の悪僧のせがれではないか。貴様がゲスの生まれでなくて、他に誰がゲスだと言えるか。誰かある。
こやつを引き出して早々に切れ。は。清盛は苛立っていました。それはこの国を富ますための港づくりを後白河法皇も殿上人たちも誰一人理解しようとしなかったからです。俊寛宗図宝願康頼並びに少々成常に申し渡す。本来なら私財申しつけるところではあるが、相国様格別のご人事により罪一等を厳じ機械ヶ島に入る申しつける。え、あの鳥も会話の絶海の孤島に、 あそこは鬼も住まぬと噂されるところ。どうかそれだけはお許しくださいまし。見苦しいぞ領主。これも天命、清盛めがわしらに仕向けた仕打ち、しっかりと受け止めようではないか。さらに大納言藤原成親は備前の山寺に流され、世に言う獅子ヶ谷の変はもろくもついえ去りました。平家の力は依然強力であり、貴族が企む陰謀などは灯籠の斧に過ぎなかったのです。何、時子、いや兄の天殿が。はい、久々にお目にかかりたいと玄関先に。はあ、珍しいこともあるものだ。通すがよい。ではこたびの騒動の裏には後白河法皇様が。問いただしてはみたが、あの方も古だぬきじゃ、決してそうとはお認めにならぬ。でもあなたとは縁戚関係にある後白河様がどうしてそのような。とどのつまりは、あのお方もより一層の権力が欲しいのであろう。このわし同様にな。いくつになっても殿方というのはまるで子供でございますね。その通りだ。おそらくこのわしとて死ぬるまで心休まる日は来るまい。私はようございました、男と生まれずに。のう時子、いや兄殿、そなたがわしの病平癒を祈って出家してからは、わしもいささか重ばゆくてな、ゆっくり話したこともなかった。どうじゃ、久しぶりに夕げを共にしていかぬか。はい。俊寛たちが機械ヶ島に流されて2年の月日が経ちました。何を数えているのだ。2年が経った。俺たちがこの機械ヶ島に流されてからちょうど2年が経ったのだ。ひょっとすると今日あたり御斜面の船が見えるかもしれん。つまらぬ夢を抱くな。あの清盛が我らを赦免するはずやない。俊寛の言う通りだ。それより貝を拾った方が。あれは何だ。マスター。おお、あ
都から来た御赦免船だ。間違いない。俺たちはこの世の地獄から救われたのだ。夢ではないぞ。入道相国様格別のご人事により以下の者の罪を差し許し都への帰国を認める者なり、鳳巌安頼並びに少々成常、二の二名直ちに船に乗り移るがよい。はい、ありがとうございます。お待ちくださいます。ん、今読み上げられた名の中に一人名前が漏れておりました。それがし瞬間の名が、いや漏れているのではない。底元の名は初めから記されておらぬのだ。あ、なんと。そんな、またどうして。それゆえ瞬間殿、底元を乗せるわけには参らぬ。さあ早く乗るのだ。清盛が橋梁のほどとくと見届けさせてもらったわ。ん、清盛めは一人島に残されたわしが泣きわめき連れ戻してくれと懇願する様を見たかったのであろう。あいにくだがそうはいかん。何、帰って清盛に伝えよ。平家がおごりの限りを尽くす都になどわしは帰りたいとは思わんとな。真の極楽浄土とはここじゃ、この機械が島じゃ。ハハハハハハ。わしは幸せ者じゃ。二度と清盛が面を見ずに済むのだからな。瞬間はその後二度と都に帰ることなく、この最果ての地で一生を終えたと伝えられています。平家すなわち清盛を憎む声が
日増しに高まる中、やんごとなき天上人の間にも清盛の排斥を望む声が密かにささやかれるようになりました。最高、清盛の評判はどうじゃ。それはすべてご存知のはずでござります。今やあの男、己に勝る力を持つ者は誰もいないと信じておる。それゆえにこそわしもかの福原の港造営には力を貸さぬのだ。もはや逡巡している時ではございません。捨ておけば清盛はやがては恐れ多くも己を帝の座につけんとするやも。ん、ここは何か手を打たねば悔いを潜在に残すことになりましょう。清盛を宴席にまで加えながら、後白河法皇はその権力の拡大を密かに恐れていたのです。ではおのおの方には平家討伐の旗を上げるのに異存はござらぬのだな。これ以上平家の謀反を見逃すわけにはいかん。打つべし清盛。しかり、あの怪物さえ倒せば平家は一気に。分かっておる。時忠、忠則、即刻手勢を引き連れ謀反人どもを一網打尽にせい。兄上、法皇様はいかように。あのお方に手出ししてはならぬ。謀反の張本人最高だけは逃がしてはならぬ。急げ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 。何としても瞬間を引っ捉えるのだ。急げ急げ急げ。いやいや、何をする。いや、話せ。わしが何をしたというのじゃ。黙れ。貴様らの企みはすでに強えた。クラウド行綱が訴人して出たのだ。行綱が、おのれ行綱。お召しによって参上いたしました医者の朝鳥でございます。どうじゃ朝鳥とやら。はい、どこも悪いところはございません。つつがなきお体にございます。そうか、大事の前に病ごときに倒れてはかなわんからな。近々に時代が変わるということじゃ。時代が変わる。そうじゃ、暗黒の時は終わりを告げ、この今日にも新しい時代の風が吹こう。ん、なんだあの者とは。忠則殿、ここは何事じゃ。黙れ。その方らが相国様に謀反を企みおる一件、すでに露見いたしたぞ。ここな不届き者めが神妙にせい。おい、無念じゃ。己よな、最高なるゲスは、その面見るも腹立たしいわ。俊寛殿、行綱殿がことをどう思われる。採用、あの御仁を仲間に引き入れたのは間違いだったやも。わしも同感じゃ。おそらく肝心要の時にあの男は腰砕けとなろう。最高殿、そうなる前に何か手を打った方が良いかもしれんの。
明け花、お前の取り越し苦労もちと度が過ぎるぞ。いえ、取り越し苦労ではございませぬ。近頃の後白河様の動きにはただならぬものが見受けられます。だがな、明け花、あのお方と俺とは縁戚関係にあるのだぞ。その後白河様が俺を排斥しようとする動きに同調なされるはずがあるまい。ではございますが。もうよい、これ以上の残言は聞きとうない。はあ、相国様、太田の九郎殿行綱が下級の要件で内々にお目にかかりたいと。どうせ官職でも求めに来たのであろう。追い返せ。お待ちください。私めが聞き及んだところでは、その行綱様は相国様排斥を目論む一味と関わりがあるはずで。何、最高らがわしの暗殺を。はい、しかもその場には法皇様もおられました。後白河様が。近々風の強い夜を選んでこの福原に火を放ち、一気に相国様の御首を挙げる手立てにございます。なんていうことだ。行綱殿、よくぞ知らせてくれた。清盛、底元のことは終生忘れぬぞ。相国様、それより早く手を打たん。崩壊しよう。我らはその先駆けとなろうぞ。行綱殿、そこもとは反対か。とんでもない。あの男がおる限りこの世は定まりません。ただ。ただ何でござる。別にあの男を撃たずとも、もっと穏便な追い落とす手立てを探すべきではと。馬鹿なことを申されるな。平家が横暴の源は清盛めにある。あの男を撃たずに平家の討伐も一番もない。行綱殿、かかる入弱の徒輩が我らの仲間にいるとはこの瞬間思うてもらなんだ。 お許しくだされ。失言でござる。確かに瞬間殿が仰せの通りでござる。よくぞ申された。ご一同、これより固めの杯を。それは清盛の死を願って。いやー、愉快愉快。されば前祝いに私が前を一差し。門出に平次が倒れるとは不吉な。いや、むしろこれは良き印じゃ。平次はすなわち平氏である。平家が倒れたのじゃ、これほど幸先の良い随兆はなかろう。いや、さすがにお目のつけどころが違います。言われてみればその平次、確かに清盛が首のように見えますな。いやあ、愉快愉快。これでもう清盛が首は飛んだも同じことじゃ。なあ、行綱殿。さよ。あのお方がお味方についてくれれば。ん？行綱殿、どうなされた？いや、酒にかまけて愛用の横笛を置き忘れたようだ。どうぞ方々はお先に。この清盛を撃って己が平家に変わらんとは、八つ咲きにしても飽き足りぬやつ。世を乱す関心とは己のようなものを言うのだ。黙れ清盛。こたびが放棄は誰が命じたものでもない。まさしく自然の断りである。平家の戦王を憎み、一門栄華の横領を呪う諸人の怒りじゃ。言いおるわ、このゲスめが。戦王とは何、おごりとは何、それらの誹謗は何時なごときゲスのひがみではないか。わしのことをゲスゲスと呼ぶが、その言葉お主にそっくり返上するわ。何、そもそも貴様は貧乏武士忠盛のせがれ。いやいや、それならまだしも本当は素性とて知れぬ八坂の悪僧のせがれではないか。貴様がゲスの生まれでなくて他に誰がゲスだと言えるか。誰かある。
こやつを引き出して早々に切れ。は。清盛は苛立っていました。それはこの国を富ますための港づくりを後白河法皇も天上人たちも誰一人理解しようとしなかったからです。俊寛宗図法眼安より並びに少々成常に申し渡す。本来なら資材申し付けるところではあるが、相国様格別のご人事により罪一等を厳じ機械が島に入る申し付ける。あの鳥も会話の絶海のことに あそこは鬼もすまぬと噂されるところ。どうかそれだけはお許しくださいまし。見苦しいぞお領主。これも天命、清盛めがわしらに仕向けた仕打ち、しっかりと受け止めようではないか。さらに大納言藤原成親は備前の山寺に流され、世に言う獅子谷の変は